の男性が熊に襲われて大怪我をした立山町で、今日も農作業をしていた70代の女性が熊に襲われ顔に怪我をしました。熊は駆除されましたが、今後も熊の出没が続く恐れがあるとして県などが注意を呼びかけています。2日連続で熊による被害のあった立山町の集落です。熊はこちらのビニールハウスで作業していた女性を襲ったということです。今日午後3時半ごろ、立山町米道の集落にある農業用ハウスで作業をしていた76歳の女性が突然現れた熊に襲われました。女性は顔を噛まれたとみられ、大怪我をしている可能性もあるとのことですが、命に別状はないということです。実際クマ見られたんですかね。見ました。調査しとったらなんかおーおーみたいなの聞こえてきて、こう見たらもうなんか四つん這いで出てきた。昨日もあって、うん、まあ、連続だったんで、うん、ちょっと不安は不安ですね。警察や猟友会のメンバーが捜索を行ったところ、100メートルほど離れた用水路の中で女性を襲ったとみられる熊を発見し駆除しました。熊は大人のオスで体長はおよそ120センチあったということです。この集落では昨日も今日の現場からおよそ150メートルのところで散歩をしていた75歳の男性が熊に襲われ、顔を噛まれる大怪我をしています。県などでは同じ熊の可能性もあるとしています。県内では今年熊による人身被害が相次いでいて、怪我人は今回で13人目となりました。これは過去10年で最も多く、統計を取り始めた以降でも2番目となっています。県では今後も熊の出没は続くとみて、戸締まりを徹底することや外出時には周囲を確認すること、それに熊の糞などを見つけたときには自治体や警察に連絡するよう呼びかけています。